お、はいどうも、ボッティです。毎日投稿最終日の企画は、P さんにインタビューしてみた。ということで、P さんよろしくお願いします。はいどうもポジティブ、ポジティブ、貧乏系 YouTuber、P さんです。お願いしまーす。お願いします。お忙しい中、ご協力していただきありがとうございました。いやいや、ありがとうございます。もうボティ、毎日とか最終日ですかこれ。はい、今日最終日です。いやー、よく頑張りました、ここまで。いやでも本当に P さんの、はい、言葉のおかげで毎日投稿しようっていう決心がすることができたので、 P さんにも感謝いっぱいです。今回ですね、 P さんに3つ質問を用意したんですけど、それを P さんに答えてもらって僕がどんどん深掘っていこうと思います。それではやっていきましょう。やっていきましょう。1つ目の質問なんですけど、 P さんがこの人をめっちゃ尊敬しているっていう、憧れの存在っていますか？ YouTuber としてだったらやっぱりカンタくんかな。ミスターマリボンドのカンタくんはもうマジで YouTube の化け物だからああなれたらいいよねっていうのはね、結構毎回思うよね。化け物っていうのは具体的にはどういうところをそう感じるんですか？いや、まず、まあ、企画を思いつくのもすごいし、毎日投稿においてさ、カンタくんが全部編集するわけじゃない、俺もやっやってるからわかるけど、あんなに毎日やるのってすごい大変だから、相当 YouTube を楽しんでないとあんなにできないと思うんだよね。逆に YouTube じゃなくて人としてカンタさんを尊敬しているところとかってありますか？うんうん、それで言うとね、カンタ君ってすごい結構自分の弱みを見せるのがうまいの。友達同士でもさ、なんかちょっとマウントの取り合いじゃないけど、いや俺はこれだけやったぜみたいな、自慢し合っちゃうみたいなところあると思うんだけど、カンタ君そういうのあんまりなくて、自分のダメなところがとことんなんか出てくるというか、いじらせるのがうまいみたいな。そんな思ってるほどすごい高い人ではないから仲良くなれそうみたいな感じで、すごい友達を作るのがうまいんだと思う。かと思ったらね、仕事するときは結構きっちりさ、こういう風にやるもんだよみたいな、そういうところはだから人間性としてもすごい尊敬するかな。カンタさんを、電話が来ました。すいません、失礼しました。カンタさんを尊敬するようになったきっかけとかってありますか？それで言うと、俺が水溜りボンドの手伝いを始めた最初の頃、無人島を早速なんか手伝いに行くみたいなことがあったのよね。でその時に俺、無人島っていう環境に、まあ当たり前だけど慣れてなさすぎて、めちゃめちゃ疲れて動画も撮らなきゃいけないしっていうのでパニックになって俺泣いちゃったりしたのよ。無人島から帰ってきて、でカンタ君を仕事場まで送ってる時とかに、俺 YouTube やっぱ向いてないからやめた方がいいかなみたいな話をしたことがあって、でその時にそのカンタ君が、 P さんは今 YouTube に関わり始めて何を具体的に頑張ったらいいかわからないし、 P さんって裏方っちゃ裏方だから、何を頑張ってるかが視聴者に伝わりづらいところがあるから、それで自信が持ててないんだと思う。だから P さんは P さんが頑張ったぞって言える何かをやってればいいんじゃない？裏で地道にやってけば、いつかそれを話す機会があった時に自信になると思うから、それをやればいいんじゃないみたいな話をしたので、分かったって言って、カンタ君は実際何か頑張ってることあるって言ったら、俺は毎日走ってるよって言って、じゃあ俺も毎日走るって、で毎日走っていくと体力がついてくるじゃない。体力がついた状態で半年後の夏の無人島はめちゃめちゃ楽しめたの。その時ぐらいから、あ、カンタ君の言ってたことは間違ってなかったなってちょっと思うようになったし、そこのカンタさんの言葉でまあ救われたみたいなとこあるかもしれないね。そうじゃなかったら多分もうすぐ辞めてたかもしれない。アドバイスをくれたっていうのは結構尊敬するきっかけとしては十分あったから。2つ目の質問に行きたいと思います。 P さんは3月31日までに登録者を1万人増やすという目標があって、うん、それを達成するためにめちゃくちゃ努力をされていたと思うんですけど、その中で学んだことがあれば教えてほしいです。うん、これは確実に他の人たちにも言える話だなって思うのは、やっぱりジャンルを絞った方がいいんじゃないかなっていう。自分のやりたいことを急にパンとやろうってすると逆に伸びないっていう現実だったりとかもあるんだから、貧乏系 YouTuber っていうジャンルにして、俺がそこから貧乏系だったりお金にまつわることだったりとか、そういうのをやっていく中で、俺もさ、一時期ボティみたいに毎日投稿をちょっと復活した時期があった。年末年始のお正月と大晦日の時は絶対見る人も多いから、ここで一気にやるぞって思ってババって動画出しまくった時あったんだけど、その時はね、作ってる側はすごい楽しかった。この日にこれを撮って、でこれをこの日までに編集してってやって、すごい楽しかったし、いやこれ動画出たらみんな再生して増えるかもしれないってすごいワクワクしてたんだけど、いざ動画出してみたら全然再生されなかった。ジャンルとはちょっと違った動画を投稿していた時って、あんまり再生数が伸びなかったっていう話をおっしゃっていたんですけど、うん、そこをどうやって乗り越えたとか。シンプルな意見だったかな。これ伸びてないんだけどなんでだと思う？って後輩に聞いたりだとか知り合いに聞いたりとかした時に、うん、貧乏系じゃなくない？っていう風に言われた時に、あ、そっか、確かに貧乏系ではないわ
そこから貧乏系に絞った動画を出してったらちゃんと伸び始めたから、じゃあ貧乏系のジャンルに絞ってやっていこうみたいな。そこでしっかり周りの人の意見を取り入れるっていうのはすごいところなんかなと思います、P さんのお笑いサークル時代の芸名は何でしょうか。クイズの正解は動画の最後に発表しようと思うので、ぜひ最後までご覧ください。そして僕の作った冒険検定、まだプレイしていない方は概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひそこからプレイしてみてください。最後の質問なんですけど、はい、P さんがこれからどういう風に活動していきたいとか、うん、将来こういうことがやりたいっていうのをお聞きしたいです、うん、とりあえず今10万人超えて、どういう風な動画を出したら見てもらえるかっていうのも分かってきて、 YouTube に関しては、まあ、成長したいのはもちろんそうなんだけど、ちょっと今後はもう少しなんか楽しむことを優先していきたいかな。貧乏系だったら絶対伸びるってわけではもちろんなくて、1ヶ月1万円生活のさ、楽天ポイントバージョンやったことがあるんだけど、自分が期待してたよりもね、全然伸びなかったんだよね。結構辛かった時があったから、そういう風に、いやこれは絶対再生数取れるぞみたいな風に行きまくのはやめようかな。もちろん大前提として再生数も取りたいし、数字っていうのはあったらそれに越したことはないから手を抜くわけではないんだけど、自分のその YouTube 活動における目的とか目標をそこに据えちゃうと、その数字が手に入らなかった時にめちゃめちゃ絶望しちゃうから、この半年間でも死ぬほど、もう痛いほど経験したから、その辛さとか大変さっていうのは、もうちょっと俺はそこから抜け出したいかなと思ったかな。やっぱりその数字を追う、うんってなると楽しみにくいんですかね、 YouTube って。数字を追うってことはそれに対しての作戦を練らなきゃいけないわけじゃない。数字を取らなきゃいけない、楽しさが優先度として低くなっちゃうんだよね。もちろんそれが悪いことでもないし、絶対そっちで頑張ってる人の方が成功するのは当たり前なんだけど、俺はなんかその数字を取る成功を夢見て頑張るよりかは、どれだけ長くこの YouTube っていう環境で自分のやりたいことを表現し続けることができるのかの方が楽しいと思ってるから、大前提として再生数とか登録者伸ばしたいけれども、それをゴールにしないようにしようかなと思ったな。これからは楽しむことを大事にしていきたいっていうところで、具体的にどういう風に活動していきたいなっていう風に思っていますか。今俺事務所入ってるんですけど、もう少しその事務所の人と関わってみたりとかしたいかな。案件をもらってみたりだとか、イベントとかそういうのがあったら積極的に参加したりとかしたいかな。あと令和層のメンバーの人たち、目標達成に向かって今頑張ってるから、まあ、俺のこの一応登録者10万人っていうチャンネルだったり Twitter だったりを使って応援できるだったらしたいし、まあ、あと今後家をさ新しく探すわけだけど、その家に他の YouTuber に目指してる子とか住まわせたりできたらおもろいなと思うし、だからよりなんかみんなが夢見る YouTuber っていう活動をするのかもしれない。あ、これぞ YouTuber だなみたいな生活をしたいかな。ありがとうございます。はい、ということで今回は P さんにインタビューさせていただきました。本当に P さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。 P さんのチャンネルは概要欄に貼っておきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そしてボチャンネル水溜り研究所は5月までに3000人を目指しています。今日が最終日であと900人増やさないといけないので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。今日も見てくれてありがとうさ、今日も見てくれてありがとうさ、明日からまた頑張るさ、この場所で。クイズの正解は赤テンポ P でした。最後までご視聴ありがとうございました。